日本京都府与佐郡与佐野町、金谷金谷は京都府与佐郡与佐野町の字与佐野町南部の山間部に位置する。北で後の東で恩合、南で滝、西で茅屋奥と隣接する。旧茅屋町内にあたる。五世紀末頃の大和朝廷において、武列天皇、慶太天皇、安官天皇、仙家天皇、金明天皇の五代にわたり、大連を務め、 512年に未満な四県をくだらに、活上した失策の攻めを追って退任した、大友金村が所有した26箇所の田所の一つである。地区内に2社ある氏神のうち、大友金村を祭神とする国主神社は、金村の死後、鏡山に祠を築いて、これを祀ったのが発祥とされ、924年に姉が枝に移転。 1869年に現在地に遷座した。最初にその祠が設けられた鏡山の古墳からは、鏡筒や壺や刀などが出土している。地区名である金谷は、この大友金村がなまったものという説もあるが、一般にこの地名は、芋の氏と関連することが多く、茅谷に芋の氏が存在したことは、京都市内の仁和寺の盆栓の名に記録されている。金谷城や、 金谷美国城があった場所としても知られ、金谷城の城下町であった金谷村の地名は中世には存在し、当時の茅屋地域の中心的な集落であったとみられる。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、ありがとうございます。